はい、お疲れ様です。ここは浅草の浅草寺ですね。久しぶりに来ましたけど、まあ明日はねもうここを離れる予定なので、ちょっとこう撮影はしときます。最近ね、こんばんは、ま、どこにいますよとか、何をしてますよっていう、ま、考え方は伝えるけど、その居場所って言いますかね、どこにいる、こんなところに泊まってますよっていうことはもう言わないことにしてるんですよね。まあいろいろありましたから、だからちょっと場所を特定するような撮影はしてないんですけど、まあ綺麗ですからね、ちょっとカメラに収めたいと思います。本当にね荘厳で、まあコロナの影響で人がいないんでものすごく静かなんですよね。ここに大きな草履がありますけど、まあ日本のこう仏教文化の象徴と言えるでしょうね。あ、いいとこですよここはね、落ち着きます。まあ神仏集合が明治時代にこう終わりを迎えて、こっちに神社がありますけどもね、こっちが仏閣。まあ日本の歴史の中でこう神仏集合の時代は長くてですね、明治の時代とともに仏教と神道が分かれたわけなんですけど、まあそういうことのこう検証を、良し悪しという、良し悪しはないんでしょうけど、でもこういう事実がありましたよってことがあまりきちんと説明されてないような気がしますけどもね。まあ日本のこう仏教寺院文化の代表的な場所が浅草の浅草寺でしょうね。それはもうこうやってこうライトアップして見事なもんですよ、白と赤でね。まあご覧のように人が少ないですよね、コロナの影響で。もうちょっと前はね、コロナ以前は人がもういっぱいで、なかなか静かな雰囲気を味わうことはできなかったけど、最近のこの雰囲気は全く違ってこう静かですね。はい、私はまあここも離れて、じゃあ次はどこに行こうかなというとこですけどもね。はい、お疲れ様です。久しぶりにこう浅草寺から放送してますけども、まあ落ち着きますよね。日本のこう庶民の文化の原点がここにあるんじゃないかなと思いますけどもね。それはもう 特別の場所ですよここはね。まあ何度も何度も撮影したとこですけど、
まあ、水を守る、まあ、神様というか仏様が龍神だと、龍の形をしているわけですよね。水は昔から大切なものですから、そういうこう人間にとって大切なものは何ですかっていう作り方をされているわけですよね。まあこの境内の中はよく歩きましたけどね、以前からね、ほんとこう落ち着くしいいですよ。うん、まあほんと人影もまばらで、風が涼しい。風がありますね。本当でも大きいですよね。大きい。だから人間っていうのは力を合わせたら大きなことができるんだよっていうことの象徴ですよね、昔から。まあ東京大阪に大きなビルを建ててこんな大きなものができるんだっていうのと同じですよね。昔そういうことがあったということです。まあ、人間は変わらない営みを続けてるんですね。まあ、昔はこれが権力の象徴ですからね、まあ、東京都庁みたいなもんですよ、昔はね。これがみんな神社仏閣に寄り添って生きてたわけですから、今でいう市役所だ、町役場だ、区役所だ、東京都庁だいうのはこういう神社仏閣だったわけですよ。行政の中心がこういう神社仏閣だったわけですね。まあ、そういうことを考えながら、いろんな人間の営みがあったんだなぁということをね、こう思いながら見るとまた違いますね、感覚がね。はい、ということで久々に浅草の浅草寺に来ました。また明日放送します。おやすみなさい。